ということで内容に入っていきたいと思いますが、ちょっと長めなんですけど、まず知事審議というのを今回やるんですけれども、知事審議というのがどういうものかっていうのを簡単に説明したいと思います。で天祖教訓もそうなんですけれども、この知事審議っていうのはこの永平大審議っていう道元禅師が書かれたこの本の中に入っています。でこの本の中には6編ですね、全部で6ブロックくらい分かれていまして、その中に天祖教訓もあって、この知事審議、正式名称でいうと日本国越前永平寺知事審議という名前ですが入っています。そして、まあ、京都から越前ですねに移った時に道元禅師が書かれたと。もともと永平寺じゃなくて大仏寺っていうお寺だったらしいんですけれども、その時に道元禅師がこの名前を変える、永平寺に名前を変えるということで、この永平審議、永平大審議というのを書かれました。でですね、この知事審議な、その中に入っている知事審議なんですけれども、まず知事って何かっていう話なんですけれども、知事っていうのは総林の中の役職役割、まあ、配役みたいなものです。まあ、安泰寺で言うと、まあ、レスポンサビリティっていうのが多分当てはまって、これまでやってきた天祖もその中に入っています。で大きく分けて、まあ、6、4あります。最初は4で後に6に増えたって言われています。一応この会員で、会員の中にこのトースとカンスとフースがあります。まあ、その3つがもともと会員の1つだったわけですね。で伊野天祖失水ということであります。で天祖教訓は天祖を取り上げたものです。でまたこの知事審議でも天祖の章ということで、一応それが取り上げ、天祖が取り上げられています。で、現代の日本でもよくこの知事って言葉は使われるとは思うんですけれども、その何々県、何々都道府県、何々知事みたいな感じで使われるんですけれども、まさにそれはこの知事から来ています。でですね、知事審議ということで、では次、審議って何かっていうと、審議っていうのは修行僧たち この集団規則っていうのが、まあ、基本ですね。で一応これも一応やりました。少し去年ですね、従運動式っていうのを一応やったんですけれども、それも一応この僧道内の、まあ、従運動の中の規則ということで一応僕たちやりました。でこの審議なんですけれども、一番最初に審議ってできたのが、そこに書いてある百条恵海禅師が最初に作ったと言われます。有名なのが一日なさざれば一日食わず食らわずというのが有名ですけど、一番最初の審議って言われてます。百条審議っていうらしいんですけども、今ただ現存してないので、ばらけて残っていないらしいんですけど、でまあ、これまでのこの仏教というのはインドから伝わってきて、インドの戒律そのまま持ってきても、なかなかこう中国の風土に合わなかったりとか、うまくマッチングしなかったということで、まあすごい、まあ、例えば自給自足、安泰寺なんか自給自足やってますけれども、インドの戒律に照らし合わせると、その自給自足ということも一応その戒律違反ということで、現にその上座部、東南アジア系の仏教だと自給自足はしちゃいけないと、未だに守ってるところではしちゃいけないっていう風になってる、畑を耕してはいけないみたいなものにもなってるらしいです。でなので一応そのこの意味付けとしては中国版の戒律的な意味合いもあります。新しくこの環境に合わせてこの審議というものが作られました。でこの審議っていうと、この集団の規則っていうと、どうしてもその、まあ、従運動式もその傾向がありましたけど、ずらずら項目がバーって並べ合って、これこれすべからず、これこれすべからずみたいな感じでいっぱい書かれていると思うんですけれども、まあこの読んだ人は分かると思うんですけども、全然そういう感じでは、特にこの知事審議はそういう感じではありません。でこの知事審議の具体的なものとしては、これまでの知事ですね、まあ中国で、特に中国で起こったその知事、今まで知事についた先人たちのこの修行の様子ですね、伝道の様子を道元禅師が引用して、雲水の修行に対する心構えというのを学んでいこうというような話になっています。なのでちょっと今風に言えばケーススタディ的な要素も入ってます。でこの知事って言って、今官員伊野天祖失水っていうことを言いましたけど、自分例えば安泰寺も天祖とか失水とかっていうの、まあ風俗もありますけれども、結構その僕たちにも馴染みあるとは思うんですけれども、で例えば天祖だったら天祖で、自分が天祖じゃなかったら自分の行っている役割と違うからいいやっていうのは、多分もう天祖教訓してきて分かると思うんですけれども、そういうことは言えません。
なんでかっていうと、ここで道元禅師が言われてることは、別に会員だから特別これこれこうだとか、伊野だからこうだ、天図だからこうだっていうのもあるんですけども、基本的には僧林の中での役割を実践とする上で基本となる姿勢ですね、心構えっていうのを学び取るっていうのが基本となっております。なので今自分の状況と引き比べて、自分に何が必要なのか、何が足りてないのかっていうのを読み取って、さらにこの安泰寺の中で、僧林の中で実際に実践していくことが大事だと思います。まあ、なのでこれ読む際には、もし自分に当てはめたらとか、まあ、なかなかこう当てはめにくいところもあるかもしれないんですけれども、そういう当てはめにくいところも、どうしてこれが作られたんだろうとかっていうのをちょっと深読みしてもいいので、ぜひ引きつけて読んでみたいと思います。ということで、道元禅師審議の、知事審議ですね、入っていきます。で、今回最初にですね、もう初っ端ですね、一番最初に書かれているのは、知事は気にして忖たりすべからく、道の義徳を選ぶべしというふうに、まあ、バスーンと書かれているんですけども、まあ、もう道元禅師が言うには、もう知事っていうのは本当に尊いもので、尊敬されるべきものであると。つまりこの僧林の中で重要な役どころです。もうこの肝心要の重要な役どころですね。で、そういう人たちは有道の義徳 であるべきだというわけです。で、有道の義徳ってどういうものかっていうと、有道っていうのは、まあ、道心ですね。天道教訓も一番最初のところに出てきた道心っていうものが必要であると。知事をするにあたっては必ず必要であると。で、義徳っていうのは、その経験があって徳の高い人っていうふうに書いてあるんですけれども、この、まあ、この今回僕がやるところでは、もう道心ということが主にテーマとなっております。で、まあ、知事だけではなく、これは修行者にとっても非常に重要なことで、道心は欠かせないものですね。で、一番最初に道元禅師がこの知事審議を書く時に、最初にその道心ということに関して、挙げている、その例ということで書いているの人がいるんですけれども、その人に関してちょっと今回、道心ってことに、この人の修行の取り組み方の違い、変化っていうものをちょっと着目して読んでいきたいと思います。で、結構長く具体例が続きます。ストーリーみたいなものがずっと続いて、最後の方に道元禅師がそこにコメントを入れているという形になるので、ちょっと物語が続きますけれども、お願いします。では読んでいきます。その例、如来の属邸なんだ、知事に当てて荒勘を称すということで、如来ってのはブッダですね、お釈迦様、釈尊で、釈尊の弟ですね、もともといとこなんですけれども、そのなんだという人がいます。そのなんだっていうのが、なんだ尊者が、知事というものを経て荒勘ですね、まあ、一応この悟りの境地と言われても、悟りのを得たということがまず最初に書かれています。で、ちょっと最初にこのなんだって言われても、本当になんだって感じだと思うんで、ちょっとなんだの紹介をしたいと思います。ちなみになんだっていうのは、あの、喜びって意味らしいです。有名なので、ブッダの寺社でアーナンダって言いますね。ジナ・フェルナンダも言いますけど、喜び、ジョイフルですね、意味は。なので、このなんだは幸せな意味です。で、どういう人かっていうと、まあ、家系図ちょっと簡単に書いたんですけど、ちょっと見えますかね。一応このスッドーダナっていうのがブッダのお父さんです。一応王様、国王ですね。で、マーヤーっていうのがまさにうちの犬ですね、あの犬、母親です。ただ亡くなってしまいます。ブッダを産んで、これブッダな、ブッダを産んですぐに亡くなってしまいます。で、このなんだっていうのは、スッドーダナ、このマーヤーが亡くなったら、今度スッドーダナ、このマーヤーの妹ですね、妹をめとるわけです。で、その妹との間にできた子供がなんだということなので、一応ブッダとは異母兄弟という形になっていて、実はこの族、これは世族にいる時からも、まあ、つながっていた間柄でもあります。で、結局出家をして、まあ、アラカンを得るという、アラカン化を得るということになっているんですけども、まあ、ちょっと余談ですけれども、あの、この関係でちょっと面白い逸話がありまして、あの、有名な真言宗の僧侶 あの瀬戸内寂聴先生というのが面白い説を挙げていまして、実はこのなんだっていうのはブッダの子供らしいです。これどういうことかっていうと、あの、これが一応公式の家系図なんですけど、実はブッダとここが実はできていたらしいんです。ブッダとブッダのお母さんの妹とブッダは実はできていて、そこに生まれた子供がなんだだったらしいです。なので、ブッダはなんだをちょっと強制的に出家させちゃうんですけども、その理由としては、こんな不義の子を王様にさせるわけにはいかないと。もうブッダいなくなるとなんだが自然に王様になっちゃうんですよ。
なのでブッダはこのやつを何としてでもこれは倫理的に良くないということで強制的に出家させたんじゃないかっていうのをつらつら書かれていて、まあこれは俗説ですけれども、まあちょっとあり得るのかなと。でこれ瀬戸内寂聴さんだけじゃなくて、ブッダはなぜ女嫌いになったのかって本もあるんですけど、その本の中にも一応こことここの関係がすごい事細かに書かれていて、でブッダの奥さんっていうヤショーダラっていうんですけど、そいつとは全く関係が持ってなかった、こっちばっかりと関係持ってたみたいなことが書かれているんで、まあ一応この仏教っていうと淡白でつまらない話も多いんですけど、まあそういうのを見てちょっと楽しんでも面白いのかなと思います。でまあこれは余談です、完璧に。まあただこの肝心なのはこのブッダとなんだっていうのが意外と近かったということですね。で読んでいきます。まずそのナンダさんがアラカン化を得たというところで、どのようにしてアラカン化を得たのか、道元禅師が語ります。で大蔵経に曰く世尊カピラ城にいますと。で、まあ、大蔵経っていうお経があって、まず最初この時お釈迦さん世尊釈尊はカピラ城にいたと。で、まあ、このカピラ城っていうのはよく僕たちも朝言う仏性カピラ浄土マカタっていう時の仏性カピラ、お釈迦様が生まれた場所ですね、カピラバストゥにいたと。まあ実家に里帰りしてたんでしょうね、托鉢のため帰ってたらしいです。で仏なんだの樹海の時至れるを白しめて門に耐えて光を放ちて一択を照らしたも。つまりこのなんだが樹海と、樹海っていうのはまあ出家ですね、戒を受けるってことですけども、なんだが樹海、もうそろそろこいつは出家の時期だからって言って、そのお城のとこにこの白棒とからビームを放ってすごい光をバーってこう広げたらしいです、お釈迦様が。そしたらそのなんだ曰く必ずこれ世尊ならんと、使いをして見せしむるに果たしてこれ世尊なり、いやなんだ自らまみえんと欲す風曰くもし入れて見ゆること許さば必ず出家せしめんと、すなわちその絵を引くなんだ曰くしばらくして帰らん風曰く失学いまだから川飾らに帰るべし答う所要のごとくすべしととなっています。まあ、このビカーって言い出したら、なんだがあれはうちのいとこじゃないかと、もしかしたら父親だったかもしれないけど、そうだっていうふうに見染めてちょっと会いに行きたいというふうに言ったんですね。でもこの当時ちょっとブッダっていうのはいろんなとこに行っては、まあ、いろんな人を出家させていて、結構疫病神なんかっていうのも言われたりしてたらしいです。いきなり来ていきなり出家させちゃうんで、なのでこのままこのなんだっていうのが言ったら、まあ、なんだの奥さんもいるんですけど、なんだの奥さんがまあかわいそうだということで、なんだの奥さんがあなた行かないでよということで、まあ、なんだの袖を引っ張ってですね、この私の化粧がまだ乾かないうちに帰ってきてくださいと、まあ、つまりそのまだ、化粧がかなく、まあ、あんまり時間経たないうちにすぐ帰ってきてねと、行くのはいいけれどもって言って、なんだはまあ分かったよと、すぐ帰ってくるよということで行きます。で仏鉢を取りて飯を漏らしむ、飯を盛りていずれば仏すでに去る。で、もともとブッダ